はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は次のイベントの情報がツイッターにて公開されてるんで見ていくんですけども、ジャンプチヒーローズワンピース大特集祭大冒険はここから始まったイーストブルー編というわけで、この5月下旬ワンピース大特集祭、決定してたんですけども、まあ、その内容がイーストブルーという、まさかの始まりの海というところで、これは意外でしたね。また和の国、なんかパート2みたいなのが来るかなって思ったら、まさかの序盤も序盤のところをやるっていう。で、めちゃめちゃ偶然やねんけど、最近ね、メリーゴーのフィギュア買ったんですよ。また実写で動画出すねんけど、ちょっとこれはびっくりしましたね、これに関しては。で、5月15日、今日の日付変わったタイミングで新記念キャラのビジュアル大公開というわけで、なんで0時なんやろ12時じゃあかんかったん？これ早く見たいんですけども。まあ、0時ですか。まあ、僕ね、最近毎週土日のどっちか使って、雑談配信、生配信でやってるんですよ。まあ、今日もね、10時半から夜のやってるんで、まあ、もしよかったらね、来てほしいんですけども。まあ、ジャンプチの話ほとんどせえへんねんけどね、その配信では。ね、これイーストブルーでしょ？イーストブルーって言ったら、誰ですか？それこそもう序盤も序盤なんでね、もうルフィのその異能力とかもう何もないところでしょう。バラティエとかその辺のところですかね。いやー、銀来てほしいな。序盤で言うと銀とあと黒、シャクシやったっけがめっちゃ好きなんで、まあ、その2人来てほしいなと思う。限定キャラはちょっとね、わからんな。ワンピースにわかなんでね、申し訳ないんですけども。そんでもって5月15日、明日からワンピース大特集祭開催記念のなんか第2弾がこう、なんかやられるんですよ。こんな感じで。これログインボーナスが、18日のやつまでなんかあるっていうわけで、おそらくこれがカウントダウン期間になると思うから、ワンピース大特集祭は5月19日からになってるんじゃないかなと思いますね。これはね、多分、その5月19、まあ20ぐらいから、まあ、この5月終わるまで31ですか。6月1日ぐらいまでっていう、1週間ちょっとっていう、これはちっちゃいイベントになるんですかね。限定キャラ2体来ると思うんですけども、どうなんやろな。これはちょっとね、びっくりしましたね。僕はもう、15日ぐらいから始まるかなって、2週間ぐらいのワンピースなんでがっつりやるかなと思ったら、まさかのなんで全然開催されないんで、まあどうなんか、まあかなり重要ではあるんですけども。ほんでもって復刻なんかいろいろ、なんか25周年のエンブレムがもらえたり、あと、イベントキャラクタークソ復刻、しますし、あとこの超修行、まあこれぜひに経験値めっちゃもらえるんで、まあぜひにやりましょうっていうのと、あと、ウマックスミッション、これは過去のキャラクターですね。ウマックスしたらなんかいろいろまたもらえるんで、まあこれもやりましょうという感じになっておりますと。まあイーストブルー編というのが決まったんで、これはどんなキャラ出るんか楽しみですね。